こんにちは、まるさんです。いつも雑誌を紹介している動画、雑誌の、ね、まあ、レビューというか、レビューまではいかないけどね、雑誌の紹介している動画ですが、時々映画のパンフレットなどを紹介しております。いつも言ってるんですけど、映画館でね、映画を見るのはもちろん、必要というのかな、いいんですが、どうしてもその映画館で、劇場で映画を見る時間がないという時にもですね、これはっていう作品に関してはパンフレットだけは買うようにしています。まあ、そんなたくさんは買ってないんですけど、まあ、本編であれば、まあ、正直なところ本編であれば後々 DVD とかブルーレイとか、見ることができるんですが、劇場で売っているパンフレットをですね、また後で、あれで劇場で売ってるパンフレットっていうのは公開期間だけなんですよ。1日でも公開期間過ぎちゃうと劇場で売ってないのも、で Amazon とか見ると結構な金額で劇場で買うよりも2倍から3倍4倍ぐらいの値段がついてたりとかするんです。なので、パンフレットに関しては公開中に買っとかないと、高くついちゃう。よほどね、5年とか10年とか経ったパンフレットは、まあ、結構値段が下がったりとかするんですけど、まあ、なかなかそこまでは持ってないので、ね、なので劇場で買うことを僕はやってます。で、気になってた映画これです。ワンサンセイザファースト、まあ、モンキーパンチさんの僕らのね、作品のルパン三世なんですけど、今回何が大きく違うかっていうと、前編、フル 3DCG です。いわゆるディズニーの、ね、ピクサーとかがやってるようなやつで、全部がコンピューターグラフィックスで作成されたルパン三世なのでね、どんなものかなっていうのは気にはなってるんですが、ちょっと映画を見る時間がまだ取れてないので、とりあえずパンフレットだけ買ってみました。どんなということで、何が書かれているかということでちょっと見てみたいと思います。開くとですね、ルパン三世かっこいいですね。これからもルパンを世界に向けていろんな冒険をさせたいと思います。2017年7月モンキーパンチさんのサインがやってます。残念なことにね、モンキーパンチさん亡くなられてしまいましたが、ルパン三世は永遠です。永遠だよね。ということで、イントロダクションがありまして、ストーリー、今回のストーリーはですね、初代アルセーヌ・ルパンがたどり着けなかった夢に挑めということで、ルパン三世が、まあ、これすごいのフル CG なんだよね。で、ルパン三世でしょ、それから次元大介、石川五右衛門さん、まあ、先日、石川五右衛門の声を担当してらっしゃる、水さんもね、亡くなられてしまいました。これは新しい人がやってますね。峰富士子、それから銭形のとっさん、今回のやつはレティシアっていう女性と、アンベールっていう、まあ、悪そうな博士研究者ゲラルトっています。そのキャラクター紹介 と、モンキーパンチさんのプロフィールですね。それとルパンシリーズのヒストリーということで、1967年、漫画アクションにてルパン三世連載開始から今回の、2019年12月6日に公開されたルパン三世ザ・ファーストまでの、一応テレビアニメと劇場版の、まあ、シリーズの年表が書かれています。漫画ではね、結構いろいろ作品があったりとかして、自分たちがここに書いてあるルパンシリーズの年表はテレビ、漫画アクションのところだけと、あとはテレビ版と、劇場版で、山崎隆監督インタビュー入ってます。それからね、絵コンテが少し入ってます。ラフな絵コンテと、あとここにね、プロダクションノートということで、中身はちょっと見せられないんですけど、ビローンってこうやってビローンって開くページがあります。これがすごいですね。まあ、コンピュータグラフィックスを作っているところなんですが、博物館でルパンが逃げるシーンとかですね、エクリプスの表現、エクリプスって出てるんだね。それからカラースクリプトとして、エクリプスの遺跡のイメージボード、すごい、エクリプスによる
変形する飛行艇。すごい、なんかこんな羽が生える飛行艇が出てくるんですね。うわ、すごい。それと、ルパンの、まあ、いろんな、3D ルパンのキャラクターデザインができるまでということで、いくつもやっぱりあの案を出して、でそれからどう変遷していったかが書かれて、あります。で、各キャラクターの初期デザインですね。次元、宮藤浩、ゼニクさんから劇場の各シーンが写真が導入されていて、あと声優さんですね。栗田海一さん、ルパン三世、小林清さん、次元大輔。小林さんがね、一番長生きなんですよ、今のとこ。佐々木美幸さん、峰藤子。これが、浪川大輔さん、石川五右衛門。それから、まあ、皆さんよくご存知の、山寺浩一さん、銭形健。ね。それと今回の登場する、レティシアという女性が、広瀬すずさんをやっていて、ランベールが、吉田鋼太郎さん、あの、なんだ、おサンズラブの人か。ね、これね。それから、ゲラルト、藤原竜也さん。そして、ページをめくると、ミュージック、大野裕二さんのインタビューが載ってます。やっぱりね、ルパンのあの音楽がね、いいですよね。それから、これは、今回の劇場に作られた新しい曲ですね。ギフトという曲があります。それの、歌詞、それとあと作曲、あ、作詞、それから歌を歌っている方のプロフィールが出てますね。だからまた劇中のカットがあります。結構これね、多分ね、カリオストロの城の狙いだな。なんか最後ルパンがなんかあなたの心盗んでいったらもうなりませんみたいな、盗んだのあなたの心ですね。そんな終わり方をしてるかな、わかんない見てみたいと思います。あとは、後ろに関連商品のご紹介ということでですね。まあ、映画のパンフレットとしては、よくできております。ファーストアセイ、ザ・ファースト、劇場のパンフレット、これね、ちょっと安かったかな。パンフレットでちょっと安かったら720円ぐらいの金額でした。もしお時間がありましたら劇場でパンサーズファーストぜひご覧ください。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。